グッドモーニングチュー。今日は女子医大の本院の、野本先生より、機械的補助循環のイエスカレーションとディエスカレーションということで、なかなかエビデンスのない領域なので、非常に楽しみです。よろしくお願いします。前編ということで、まずは、基本的なお話からですかね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと MCS デバイスの、使用についてお話をさせ、レビューを使ってお話をさせていただくかと思います。コンクルージョンですけれども、まず前編というところで、MCS は内科療法に抵抗性の心原性ショック患者を救命できる可能性がありますけれども、心原性ショックっていうの患者さんというのは均一な集団ではないということが分かっています。そのため MCS デバイスの使用に関しては、患者の心原性ショックの病因やショックプロファイル、重症度に合わせて調整していく必要があります。で、こちらは AABP ショック2トライアルと、インプレスインシビアハートフェイラーの、結果をお示し、あ、シビアショックトライアルの結果をお示ししていますけれども、いずれも AMR 症例において、AABP のルーチンの追加による死亡抑制効果があるのかというところと、AMR 症例について、インペラと AABP を比較した試験になっております。で、いずれの試験においてもですね、30日死亡が、AABP ショック2トライアルでは約40%。で、インプレスインシビアショックトライアルにおいては約40から50%という結果になっておりまして、心原性ショックが予後が悪いということが分かっていただけるかなと思います。で、しかしですね、機械的補助循環の、使用、発達によってですね、心原性ショックの発生率っていうのは改善をしてきています。こちらの論文においてはですね、2007年で区切っているんですけれども、2007年以前ではですね、コラプスをしてから MCS を使っていましたけれども、2007年以降はコラプスする前に MCS を使うようになって、予後が改善しているっていうことが言われています。ただこれは AMI じゃないんじゃないですか。そうですね。AMI っていうわあ、けで AMI は、か。一番最初、一番上は AMI ってことですね、一応、ハートフェイラー、オアっていう形ではあるので、AMI 以外の症例もおそらく入ってはい入っるていとる。思はいい、まわす。かりました。はい。2007年に何かあったんですか？それはさっき多の分通り。ここが一つの、区切れになってるっていうところで、機械的補助循環の使用が増えてるっていうところで2007年を区切ってるのかなと思います。なんですかね、保険償還とかなんですかね。そうですね。一応、ハートメト2とかが使えるようになったっていうところとかもあるのかもしれないんですけれども。そういうデバイスも含んだ MCS ってことですか？そうですね。一応、パーマネントも入ってはいるんですが、一応そういった MCS デバイスをどういうふうに使っていくかっていうので、2007年で区切ってるという形になりまです。もこれ見るとショートタームの MCS がすごいバカ増えしてますよね。はい。ありがとうございます。で、この MCS のエスカレーションおよびデエスカレーションの推奨っていうのは、専門学会からも限られていまして、その結果ですね、臨床経験とか、やっぱりその施設の制度的な慣習に基づいてしまっている部分もあるんじゃないかというところで、今回のレビューは、その MCS デバイスのエスカレーションおよびデエスカレーションに関する推奨事項を提供するっていうのが目的になっています。で、一応こういった流れでお話をしていこうかなと思うんですが、最初に、ショックに関してと MCS デバイスの概要、あとデバイスの選択となる、の基礎となる原則、あとはエスカレーション戦略、で、その後管理戦略とウィーニングについてお話をしていこうと思います。で、今回はちょっと時間の関係で最初の3つだけお話をしていこうと思います。で、まず心原性ショックっていうのがそもそもどういうものかっていうのと、MCS デバイスの概要についてですけれども、心原性ショックとはですね、生命を脅かす生理学的状態でして、心機能障害によって組織レベルと細胞レベルの両方で血管流が持続する状態となります。で、時間経過でですね、心原性ショックがどのように変化するかっていうのをこちらに示していますけれども、まずは心拍出量の低下を伴う血行動態の問題から、全身の寒流の低下、心臓の重慢圧の上昇が起こります。で、こちらはですね、可逆的な血行動態の問題なんですけれども、この状態が持続することによって、多臓器の虚血や乳酸の上昇、あとは肝臓や静脈の鬱血によって多臓器機能の悪化が起きてきます。ここまで至ってきますと、多臓器のサポートを有する代謝の問題へと変化をしていきます。
なので、まあ、震源性ショック、は、まずは早期にショックを発見してですね、まだ介入可能な血行動態の、状態である、時に血行動態のサポートを早期に開始することによって、まあ、震源性ショックの流れを切って臨床転機の改善につながるのではないかというふうに考えられます。これは F1000 っていう論文なんですか？あ、これ結構いいというか、すごい話、いい話だなと思いますけど。そうですね。なんか一応これパブメドのあれから持ってきたんですけど、あのサイトのところから持ってきたものになるんですけど、はい、すいません。はい、あとで確認してみます。すいません。で、まあ、一応その震源性ショック早期の、あの発見のために、まあ、様々な重症度分類があると思うんですけれども、まあ、まずここではインターマックスプロファイルとスカイショッククラシフィケーションについてお話をしていこうと思います。で、インターマックスプロファイルに関しては、まあ、移植とかバドでよく使われていて、まあ、あの聞いたこともあるという方も多いのかなと思うんですけれども、NIHA3 から4度をより細かく分類しているような分類になります。プロファイル、1から7に分類されてまして、7が、プロファイル7がですね、安定した、外来患者さんの、NHA3 度の方で、プロファイル6から5にかけて運動対応量が低下しておき いきまして、プロファイル4が安静でも症状がある方、プロファイル3が安定した強心薬依存の方でとなっています。で、プロファイル2が、まあ、あの強心薬を使用しても進行性に状態が悪化している状態。で、プロファイル1が、あの、まあ、震源性ショックの状態というふうに分類されています。続いて、スカイショッククラシフィケーションですね。こちらは2019年に発表されていて、今年にレビューが出されているんですけれども、A から E の5つのステージに分かれています。ステージ A が震源性ショックの兆候や症状はないけれども、まあ、発症のリスクがある状態。ステージ B が、転換輪はないけれども、低血圧や頻脈など、血行動態の不安定性がある状態。で、まあ、AB はプレショックの状態にあたります。で、ステージ C というのがいわゆるショックで低管理もあってボリューム負荷以外にも介入が必要な状態となりまして、ステージ D はまあ初期の治療を行ったとしても進行性に状態が悪化している状況で、ステージ E というのがあの、まあ、コラプスの直前というような状態に分かれています。で、このスカイショックのステージにおいては、様々な場面においてですね、迷子と相関するということがあの示されているんですけれども、まあ、今回のレビューにおいては、重症度評価、このスカイのショックステージというのは、まあ、予測 の重要な一つにはなるんですけれども、死亡リスクの評価とはイコールではないというところが、言われていました。これなので、まあ、意味がよくわからないんですけど、予後予測因子ではあるけれども、死亡リスク評価とイコールではないって。まあ、一応この、はい、ショックステージの中でもですね、より死亡リスクが高い方とそうでない方っていうのが、まあ、ショックステージの中でも分けられるっていうふうに、うん、述べられてまして、まあ、その、ショックステージがその下だから、その死亡リスクが低いわけではない。それがちょっと次のスライドでお話しするんですけれども、はい、その死亡リスクを評価するために重症度だけじゃなくてですね、この3アクセスモデルっていうのを提唱されています。で、もちろん重症度っていうのは予後を評価する上で非常に重要な指標になってくるんですけれども、まあ、それ以外にも震源性ショックの患者さんにおいてはやっぱり死亡リスクを上昇する収束因子ですね、年齢とかもともとベースにある多臓器障害とかあとフレイルとかそういったものに加えて、まあ、震源性ショック のプロファイル後ほどお話ししますけれども、それとかその慢性の急性増悪なのか急性増悪、うん、単純に急性のショックなのかっていうところも、死亡リスクを評価するためには重要な指標になってくるっていうふうに言われています。これで大丈夫でしょうか。じゃあ先に進みたいと思います。ちょっとこちらのショックのプロファイルに関しては後ほどお話をしていこうかと思います。で、まあ、多くの震源性ショックの患者さんというのは強心剤とか昇圧剤で過量化開始となっていくと思うんですけれども、まあ、一方で強心薬のサポートだけではショックの離脱、まあ、ショックの状態を脱するためには不十分であるということもよく経験するかと思います。
で、また巨神薬や昇圧剤っていうのは心筋の酸素消費量が増加するという犠牲も払っていますし、まあ、特に昇圧剤を摂取の高負荷を増加させてしまいますので、心原性ショックの血行動態および代謝障害が悪化する可能性もあります。まあ、そこで使われているのが MCS デバイスですけれども、こちらに MCS デバイスの一覧というのを示しています。で、まあ、実際にさまざまな種類があるんですけれども、まあ、こういったものを組み合わせて、使用するということもよくやられていまして、さまざまな、組み合わせというのが存在しています。エクパラやIABPVA クモなどは本当に日本でも一般的にされている方法かなというふうに思います。この小さい T っていうのは経費的って意味ですか？ TMCS。テンポラリーの一時的の。はい、はい、わかりました。はい、失礼しました。で、まあ、日本で使用できるデバイスなんですけれども、基本的には IABP とインペラーが射出サポートで、この2つが主体になっているかなと思います。で、輸出サポートができるものっていうのは、VA クモのみっていう形になっています。で、まあ、ここまでが MCS デバイスの概要と、まあ、ショックに関してのお話ですけれども、次にデバイスの選択と基礎となる、原則についてお話をしていきます。で、MCS デバイスの、導入疾患に関しては、まあ、様々なものがありまして、こちらに示されていますけれども、まあ、こちらに関しては皆さんは大丈夫かなと思います。で、一方でですね、MCS の、禁忌ってなるものはどういうものがあるかっていうところなんですけれども、一応ですね、絶対的な禁忌としては、心原性ショックであったとしても、やはり、出口戦略ですね、移植やエルバドなど、次の治療の選択肢が全くないような不可逆的な心不全っていうのは、一応禁忌にはなってきます。あとは、重症の低酸素脳症や頭蓋内出血。あとはもう転移性の悪性腫瘍がある場合とか、その他の病気の末期状態である患者さんというのも基本的には禁忌になってきます。これ出口戦略ないくて使ってるケースかなり多いと思うんですけど、日本で、うん、そうですね。なんでやはりちょっとこういったところは、その心原性ショックだからショックを脱するために使うっていうわけではなくて、うん、その出口戦略も何のためにこの機械を使うのかっていうことも考えながら使わなくちゃいけないかなっていうところで、まあ、ただ一方でですね、やっぱり結構その出口戦略があるかないかっていうのの判断をするのがなかなか難しい時っていうのも実際にはあると思うんですね。で、心停止時に ECPR でエクモを使うとか、そういった時にやはりこう神経学的用語の完全なる予測というのは難しいと思いますし、なので、まあ、やっぱりそのショックチーム の臨床医、実際にその MCS を導入するというふうに判断する臨床医というのは、まあ、先ほど の三軸モデルとかですね、そういったものも参考にしながら、実際にはその場にある情報に基づいてリスクと利益の決定をしなくちゃいけないというのが現実かなと思います。で、まあ、心原性ショックの管理に関してなんですけれども、まあ、ショック中の、まあ、には様々なですね、こういったデバイスを使いながら全身の評価を行っていきますけれども、まあ、こちらのレビューで強調されていることとしては、やはり侵襲的な血行動態プロファイリングの重要性っていうのが強調をされています。で、まあ、三眼図カテーテルでの血行動態の評価ですけれども、こちらを、まあ、ショックの重症度に応じて適切な頻度で繰り返し評価していくっていうことが重要になってくるっていうふうに述べられています。で、実際に三眼図カテーテルの有用性っていうのも示されておりまして、こちらの論文ではですね、まあ、示しているような5つの血行動態指標を全く使わない場合と、まあ、上記5つを、使って評価した場合、にを比べてみると、やはり、スカイのショックステージで重症の患者さんにおいて死亡率が低下しているということが示されています。で、まあ、侵襲的な血行動態プロファイリングで評価できる項目としては、まあ、こちらに示すようなさまざまなものがあります。で、実際にこちらを用いてどのように評価していくかっていうところで、先ほどお話ししたショックのプロファイルについてお話をしていこうかと思います。これは、まあ、血行動態、指標を使いながら、ショック自体が射出優位なのか、不出優位なのか、まあ、両心室優位なのかということをこう分類しながら、こう治療の選択につなげていくというような方法になります。
で、まあ、左室優位のショックっていうのは、ウェッジや、まあ、LVEDP の上昇によって特徴づけられる、ショックになりますけれども、まあ、一方でですね、うっ血が強くなくて、低管流下の左室ショックも、いますよということには注意が必要になってきます。で、まあ、左室優位のショックでは、通常は、右房圧は正常であることが多いと思うんですけれども、良心不全に至ってきますと、右房圧の上昇も見られることがありますので、まあ、そこも、注意が必要になってきます。で、右室優位のショックに関してなんですけれども、まあ、こちらもですね、右房圧の上昇と、まあ、ウェッジ圧は正常だけど、右房圧が上昇している。まあ、この比率の上昇っていうのが一つの特徴になってきまして、まあ、これがあるから絶対的に右室優位のショックっていうわけではなくてですね、まあ、こういった所見があった場合には、もしかしたら右心機能も悪いのかもしれないっていう、右室機能の評価を検討するっていうことが、重要になってきます。で、まあ、実際に圧データだけではなくてですね、臨床の現場では他の血行動態指標とか画像エコーなどの画像パラメータも合わせて、右室機能っていうのは評価していくことが重要になってきます。で、まあ、右室不全をですね、特定するために、まあ、使用されている血行動態変数として、まあ、近年よく使われているのが PAPI という PA パルサティリティインデックスというものなんですけれども、これは、収縮期の肺動脈圧と拡張期の肺動脈圧の差を、右房圧で除したものになっていますけれども、急性心筋梗塞での心原性ショックと、エルバド後の心不全での心原性ショックの両方で、まあ、有害な結果と関連しているということが示されています。一応そこで、カットオフ値と示されている、オフとオフ値として示されているのが、心筋梗塞での心原性ショックでは0.9以下、エルバド後の、心不全では1.85以下っていうのが一つの指標として示されています。しかしですね、このパピーは、まあ、にも一応問題はありまして、全負荷や弁膜症、肺高血圧などの影響を受けます。で、こちらに示しているのは様々なパピーに関する論文をまとめた表なんですけれども、こちらでも見ていただいてもわかるかなと思うんですが、カットオフ値っていうのはスタディによって、まあ、結構異なっています。なので、まあ、その絶対的なこの数値がこうだから、こうであるっていうものではなくて、まあ、そのパピが低ければ、やっぱり右心不全もあるかもしれない、良心不全に至ってるかもしれないっていうふうに、まず疑うってことが重要になるかと思います。で、心原性ショック、はい。これはウェッジによらずですか？ですね、まあ、そうですね、ウェッジによらずっていうところなんですが、まあ、pH が強くなっちゃってるような場合には、このパピーの値も変動してしまいますので、ちょっと高く出やすくなるっていうふうに言われていますので、まあ、すごくウェッジが高くて、それによって pH も高くなっちゃってるような症例に関しては、少しこちらの評価も考える必要があるかなとは思います。なんで、まあ、心原性ショックにおいては、右房圧が高くて、まあ、中等度から重度の、pH がない場合に最も有用っていうふうに、こちらの論文では述べられていました。なので、まあ、血行動態で、まあ、右心不全を確実に診断する絶対的な指標というのはやっぱりなくて、なので、まあ、圧データと、まあ、エコーなどの他の指標も合わせて、まあ、右心不全があるんじゃないか、良心不全までいっちゃっちゃってるんじゃないかということを、まず疑って評価するということが非常に重要になってきます。で、最後に MCS のエスカレーション戦略についてお話をしていこうと思うんですけれども、まず原則は基本的にはやっぱり多職種チームで検討していくということが重要になってきますし、まあ、早期に発見をして、早期に介入することで、まあ、生存率の改善につながる可能性があるというふうに述べられています。で、まあ、エスカレーション戦略に関してなんですけれども、MI での心原性ショックと、心不全での心原性ショックの2つのシナリオで、ストラテジーを紹介していこうと思うんですけれども、なぜこの2つの心原性ショックを分けるのかということについて、簡単にお話をまずしたいと思います。で、心筋梗塞での心原性ショックと、まあ、心不全での心原性ショックっていうのには、まあ、ちょっと経過に違いがありまして、急性心筋梗塞での心原性ショックっていうのは、まあ、それまで特に何もなかった患者さんが、まあ、急性心筋梗塞を発症してしまうことによって、急激に低血圧に行ったり、左室循環圧の上昇や心拍出量の低下が
起こることから低下流に至って、うっ血を起こすっていうような流れで、心原性ショックが進行していきます。で、まあ、治療のゴールもですね、まあ、中にはやはり広範な心筋梗塞の患者さんとかでは、その、メカニカルサポートの離脱まで至らない方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、基本的には自己心を回復させて、メカニカルおよびカテコラミンの離脱を目指していくっていうのが基本的な治療戦略になってくるかと思います。一方でですね、心不全がベースにある方、慢性心不全の急性増悪によって心原性ショックに至った患者さんの場合は、もともと外来ベースですね、心不全治療薬を内服されていて、低血圧やもう高い左室充満圧、あとは臓器障害までは出てないけれども、すでに低心拍質状態っていうのが存在している方がいらっしゃるかと思います。なので、こういった方がですね、心原性ショックに至った場合には、まあ、まずは大小不全によるうっ血が出現して、そこから低管流、低血圧に至るというような流れになるというふうに言われてまして、まあ、治療の目標ももちろん、メカニカルやカテゴラミの離脱に至れれば一番いいんですけれども、場合によっては心臓移植やエルバドなどを視野に入れて治療をしていかなくてはいけないということになりますので、まあ、この2つは少し違う、ものになってきます。まずは、心筋梗塞後の心原性ショックの治療戦略についてお話をしていきます。まずは、リスクをきちんと評価して、心原性ショックのリスクがある方なのか、もうすでにショック状態なのかということを、一番最初に、血行動態や、ラボデータから判断することが重要となります。で、まあ、ショックのリスクがまだ、リスクの状態ですよというような患者さんの場合には、出血合併症を考慮して、頭骨動脈アプローチを選択するっていうのも一つの選択肢っていうふうに言われておりまして、で、まあ一方でですね、やはり心原性ショックに移行するリスクがかなり高いなというふうに考えられる場合や、もうすでにショックの状態の場合には、MCS デバイスをすぐに使えるようにですね、フェモラルアプローチを選択するっていうのもリズナブルっていうふうに言われています。で、まあ、ショックのリスクがあるような患者さん、まあ、まだショックまでではないなっていうような思う患者さんもですね、左室充満圧を評価するためにですね、LVEDP をさっと測定しておくということは、一つリーズナブルな選択肢なんじゃないかというふうに言われています。で、一番左、お示ししている一番左が、まあ、リスクのある患者さんの、フローになりますけれども、まあ、もし PCI が安全に行わないような場合には、まあ、カテコラミンの使用も考慮されますし、PCI が終わった後も、EDP を評価してもらって、それで、三眼カテーテルでも、ショックの状態でないかっていうことを、評価して、まあ、問題なければ ICU に帰れますし、もしそこで、心原性ショックの状態だっていうふうに判断された場合には、ショックのフローに移行をしていきます。で、真ん中に示している、すでに心原性ショックですよっていうような患者さんに関しては、まずカテコラミンを、使用しまして、それで、無事に PCI が終えれるならそれでいいですし、まあ、それでも、まだ血行動態が安定しないっていうことであれば、PCI をする前に、MCS の導入っていうのも検討に上がってきます。で、MCS が導入された場合にもですね、きちんと、右心カテーテル、での血行動態を行って、まあ、もし右心不全が、ある場合には ECMO の併用も考えますし、まあ、左室優位でかつまだ循環補助が不十分だなっていう場合には MCS デバイスのエスカレーションというのを考えていくっていうような治療戦略に なっていきます。なので、まあ、心筋梗塞の患者さんにおいても、右心不全や良心不全を認識するってことは非常に重要で、まあ、それがあった場合には、やはりECMOを導入するかどうかということを考えていくことが必要になってきます。で、まあ、右室梗塞の患者さんとかに関しては、そうではないと思うんですけれども、基本的には本当にピュアな急性心筋梗塞の患者さんは、右心機能って本来は維持されていて、いるはずなので、まあ、血行動態評価で、右心不全を疑わせるような指標があった場合には、まあ、可逆的な右心不全の原因がないかなということを評価して、まあ、それを解決できるのであれば、うつサポートを最小限に抑えることができるというふうにも述べられていました。
で、続いて心不全での心原性ショックの治療戦略になりますけれども、まあ、先ほどお話ししたようにですね、心不全での、心原性ショックは、うっ血と低血圧をまず認識することが重要になってきます。で、もちろんうっ血があるようであれば、利尿剤を使用して、まあ、ショックの重症度の評価を行います。で、血圧が安定しているような患者さんでは、まずは血管拡張薬で高負荷の軽減や、まあ、カテコラミンを初期治療として選択しながら、MCS、を考慮するということもできますし、一方で血圧がもうすでに低下してきているような患者さんに関しては、カテコラミンを使用しながら、より積極的に MCS のデバイスを考えていく必要が出てきます。で、まあ、ここでですね、ショックのプロファイルっていうのがより重要になってきまして、重症のショックと判断された場合ですね、もし左室優位のショックであった場合は IABP やインペラによる初期サポートを考えていきますし、まあ、それでも補助が不十分だというふうに考えられる場合にはやっぱりインペラ 5.5 や VAF も考慮していく必要があります。で、うつ機能障害とか低酸素血症を伴う場合にはですね、日本の場合は VAF もの選択が必要になってきます。一応、今回は、ショックと、あと MCS デバイスの概要およびデバイスの選択の基礎となる原則、あと実際のエスカレーション戦略について今回はお話をさせていただきました。コンクルージョンになります。以上です。はい、ありがとうございました。今日の野本先生よりサーキュレーションのレビューですね、最新出たやつですけれども、ショックの多様性ということと、最初2007年ぐらいから、テンポラリーですかね、の MCS が増えてきて、あの時はあれか、MCS が増えてきているということを最初に示していただいた上で、まあ、インターマックス、スカイなどの分類があるということで、まあ、一つ必ずしも重症度と、死亡が相関しないという、まあ、メッセージがあったかなと思います。で、あとは、まあ、出口戦略のない、まあ、MCS は禁忌だよということとか、まあ、スワンガンツの発表、話で PAPI ですかね、というインデックスが右心不全を、判断するときには使えるかもということ。最後にエスカレーションの話で、心不全と MI に分けて、お話しいただきました。なかなか難しい、エビデンスの乏しいところかもしれないですけれども、この出口、まあ、ジョジョ先生も少しありましたけど、出口戦略がないかどうかの判断っていうのは、まあ、例えば MCS 入れたら、腎機能、肝機能は回復するみたいな人もいると思うんですけど、そこでやっぱ大事にしていることとか、判断材料となることはあります？そうですね、そのベースのその腎機能とかがどれぐらいだったのかっていうのが、もし分かるんであれば、やっぱり回復の指標にはなってくるのかなとは思います。例えば、もう、もともとの腎機能がクレアチニン、そのショックになる前の段階でクレアチニン2だったとか、まあ、その CT で腎萎縮が明らかにあるとか、そういった場合は、やっぱりそのメカニカルサポートを入れても、この回復がどこまでするかっていうのは、やっぱり判断が難しいと思いますし、たとえ、その、ショックの状態の時にクリアチニンがすごい高かったとしても、その外来の経過中、そのショックになる直前の腎機能は全くの正常で、かつ画像評価でも腎臓のサイズとかまだ全然保たれてるっていうことであれば、そのショックによる影響の可能性が高いかなと思いますので、回復の可能性はあるっていうふうに判断することもできるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。城谷先生どうぞ。ありがとうございます。MI と心不全で、インペラを入れるときの、っていうか、MCS を入れるときの結構だったら違うっていう進め方だったんですけど、ちょっとそこうまく理解できなくて、もう一回教えてもらえると嬉しいなと思うんですけど。MI と心不全の。いや、僕ももう一回教えてほしい。ちょっと難しかったな。MI と何が違うんかがちょっと難しかった。MI の患者さんは通常もともとはその心機能が保たれている状態から急激にショックに至るっていう状態だと思うんですけれども、なのでそこから一気に低血圧からその低管流で、その最初にベースにもう肺うっ血があるわけではなくて、そのショックによって心機能が急激に低下することによって、うっ血に至るっていう流れだと思うんですけれども、心不全の患者さんの場合にはもうベースに
鬱血状態がすでにあって、低管流もベースにも存在している。なので、食に至った場合は、その代償不全で鬱血が増悪した状態から、まあ、低管流、低血圧に至るっていうような流れになるっていう形になります。それ慢性か急性かっていうことだけじゃなくてってことですか？まあ、一応その慢性心不全の急性増悪なのかっていうのも、か、まあ、ベースにもともと心疾患がなくて、一気に悪くなってるのかっていうことでもちょっと考え方が違うかなと思うんですけれども、なんで、まあ、その OMI でもともとベースにEF が 30% の方が急性心筋梗塞を起こしたよっていう人は、多分その最初のこちらの急性心筋梗塞の心原性ショックっていうのとはちょっと考え方が変わってくるかなとは思います。ごめんなさい、塩田先生どうぞ。それで MCS の観点でアクションってなんかあるんですか？ごめんなさい、ちょっと音が途切れちゃってて。MCS の観点でアクションは変わりますか？そうですね、ベースにですね、もともとその、心不全状態がある患者さんっていうのは、やっぱりベースに PH があって右心機能が落ちていたりとか、そもそも心筋症の患者さんっていうのは左室優位だけじゃなくて右心機能も落ちていらっしゃる患者さんも多いと思いますので、やっぱりその両心不全とか右室優位の心不全になってないかっていうところをより考えていく必要があると思うので、右室サポートをどれだけ追加するかっていう可能性というかですね、そこがまず違うのと、まあ、実際にその治療の目標というのも少し変わってくるかなと思います。ありがとうございます。あと COO とかパティっていうのを指標にしようっていうのは言われてるかと思うんですけど、実際これってそのぶっちゃけた話どれだけ守ればいいのかっていうか、なんか全然その達してないことってなんか実務者の現場でよくあると思うんですけど、じゃあさっさと VF も追加しようとはなんかならないような気がしてて、うん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 、実際そこで実際どうなのってよく思うんですけど、先生の中で何かご意見ってありますか？なんか実際言うように、なんかこれ低いけど別にそこまで血行動態としてバルパンとかインペラで乗り越えられちゃうって人って実際いるかなって思うんですよね。で、まあ、これカットオフ値がまあ、やっぱりスタディによってさまざま変わってくるのと、まあ来るので、まあこれがこの数値だから絶対的にこうエクモ追加しなきゃいけないっていうような指標では ないのかなと思います。むしろもっと連続的に変化するものなのかなっていうふうに思うので、まあ、実際心原性ショックの状態とかプレショックの患者さんの眼圧を見たときに、まあ、ウェッジと RA 圧を見たときにやっぱ結構 RA 圧が高いなって思ったら、まあ、右心機能が悪くなってないかなとか pH が存在してないかなとか、そういったことをまず考慮する一つの材料になるのかなと思うので、この数値だけでどうこうするっていうよりもやっぱりそのラボデータとかエコーのデータとかも合わせて最終的には決定すべきだなと思います。極端な話、パピが全然ダメでも、なんていうか臓器受け症状がなければ血管察していいと思いますか？まあ、そのメカニカルサポートでインペラー ABP で明らかにその他の指標で良くなってきているんであれば経過観察でいいと思います。ただ注意をするっていうことが重要なのかなと思います。ありました、ありがとうございます。ここで高田先生、安倍先生の質問がいいんじゃないですかね。あ、そうします。ちょっと柴林先生先でいいかなと思うんですけど、いや、それでだから塩田先生の質問に絡んで、実際にじゃあ女子医大ではエクモインペラ症例でが、うん、スワンガンツ留置って、まあ、実際どのくらいされてますかっていう質問ですけど、基本的にはエクモインペラが入る症例に関しては最初は留置して管理をしています。じゃあパピも参照にしながらっていうことでやってるんですね。まあ、そうですね、まあ、そういったものもまあ、計算とか少し考えながら参考にしながら治療を行っています。じゃ基本前例ということですね。まあ、こういったメカニカルが入っている症例の初期治療では基本的には入っていると思います、うん、ありがとうございます。これはでも、まあ、さっきの塩谷先生もあれですけど、病態を把握するための、まあ、ものってことですよね。そうですね、まあ、病態を把握するためのものなので、まあ、例えばもうある程度安定してて抜ける算段が立ってるなってことだったら留置、まあ、しないこともあるのかなとは思ったり、早めに抜去したりとか感染の問題もあるので、それは全然あります。なるほど。まあ、柴原先生からなんですけど、まあ、そういう AMI の MCS のエビデンスが乏しいということなんですが、まあ、MCS の適用基準はありますかということなんです。
MCS の、まあ、こういうので、はい、状態を把握できると思うんですけど、じゃあそこで、まあ、追加するかどうかっていうところの適用基準はありますかという。まあ、やっぱりそのショックに至っていて、カテコラミンで、ショックをの状態を離脱できていないということであれば、その薬剤でのもう介入が難しいということになりますので、そういった場合は MCS デバイスを考えていく必要があるのかなと思います。それはインペラのですね、レクチャーの回を見てもらえると非常によくわかると思うんですけど、柴田先生が言うのは、AMI のインペラとか、IABP って全然エビデンスがないよねっていう話だと思うんですけど、確かに今までのところはないんだけど、それは中田先生が考えるには、やっぱりそのインペラが必要ないような、まあ、割と軽症な症例が入っちゃってるからっていうじゃないかっていうことですよね、うん、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。で、私からの質問は、出口戦略っていうとやっぱり慢性のクロニックなもので、まあ、出口が見えないような人に対する導入っていうのは厳しいと思うんですけど、そもそも AMI 症例ってその1週間ぐらいというか、まあ、3日から5日ぐらいのそのショック状態というか AMI によるインサルトを回避するってこと自体が出口戦略だと思うので、そういった意味ではあんまりこう出口が問題にならないんじゃないかと思うんですけど、それはどうでしょう。そういった意味でその出口が問題にならないって判断できるのであれば、やっぱりそのショックを離脱してあげることで改善するっていうことが考えられるのであれば、デバイスは全然考慮すべきだと思います。はい、うん、ありがとうございます。塩谷先生から心原性ショックって、まあ、まず診断が難しいですよねということで、まあ、僕も少しそこは気になるんですけど、まあ、ショックを判断するというところで、心不全の場合はまずミーンの AP ですかね。で、AMI の場合はどうしていったらいいですかね。何が一番最初ショックを判断する、もしくはショックを、うん、まあ、プレショック状態かなというので、いい指標なり、ありますかね。そうですね。一応こちらの、すいません。まあ、アルゴリズムでも示されてはいるんですけれども、まずは、まあ、そのショック、のリスクを評価するというところで、まあ、血圧とか相対的に血圧が下がってしまっていないかとか、その血行動態として脈が上がっちゃってないかとか、あと、まあ、ラボデータでラクテートが上がっているとか、うん、そういった指標があればやっぱりそのショック の可能性が高いというふうに考えたり、まあ、判断しながら治療を進めていくという必要があると思います。で、まあ、実際結構レントゲンで肺鬱血もあって、まあ、EDP も高そうだな、BNP もすごい高いなっていう症例の場合は、まあ、悩むんであれば別に診断の時にさっと右室内にJR 入れてしまえば EDP なんて測れますし、それで少しやはり EDP が高いってことだったら、より注意をしながらカテーテルの治療を進めていくって必要があるのかなとは思います。ありがとうございます。最後に僕からフロアの方から大丈夫ですね。最後に僕からそのスワンガンツの話ですけど、まあ、これまであんまりその有用性っていうデータが少ないっていう話だったかなと思うんですけど、今回は野本先生の方から、まあ、死亡率の低下に寄与しているというデータを示していただきましたが、そこは何か、時代の変化か MCS の変化か何かありますか。そうですね、まあ、やっぱりそのガンツに関しては確かに結構有用性が今まで示されていなかったので、なかなかその入れる意味があるのかっていうのは結構今まで悩ましい部分はあったかと思うんですけど、やっぱりこのショックのプロファイルを考えるとか、その実際にこうエスカレーションするのかデエスカレーションするかっていうのの、まあ、その指標の一つにはできるので、まあ、無意味に長く入れて感染リスクを上げる必要はないと思うんですけれども、まあ、そういった悩んだ時にはガッツデータっていうのはすごく参考になるのかなと思います。すみません、こんな。ありがとうございます。いや、僕も同じ意見で、結構、ガンツの試験は、あれ、検査の指標なのに、ハードエンドポイント評価されるから、結構きついなと前から思ってたんですけど、まあ、こういう、まあ、状態把握なり、エスカレーションには非常に、まあ、パピーとかもそうですけれども、使えるのかなと思います。最後、一個だけですか。多職種による、はい、その会議というか、ミーティング評価っていうのが、一番最初に来てたと思うんですけど、まあ、なんとなく、それって、うん、まあ、必ず言われることですけど、具体的に何がいいんですか。
そうですね、一応当院でもかなり多職種で、特にエスカレーション導入の場面はやっぱり全員集まってっていうのはなかなか難しいこともあるので、まあ、その場にいる医師とかで判断することが多いかなと思うんですけど、まあ、初期治療を始めてから次の治療戦略を考える上では、まあ、多職種で検討を行っています。で、まあ、実際にやっぱ結構 ME さんの意見とかはすごく重要で、その加入例のサイズとか、まあ、その実際にその機械のアップグレードをしていく際に、まあ、どういったリスクがあるのかっていうのを ME さんの視点からもですね、意見を言っていただけると、まあ、すごく参考になりますので、まあ、自分たちだけの考えじゃなくて、まあ、様々な多職種からの意見を聞くことによって、まあ、よりいい治療戦略っていうのが選んでいけるのかなとは思います。あと、だから大きくて太いデバイスを入れるときに、まあ、外科の先生がそれが実装可能かどうかっていう。はい。とか、まあ、血管系とかも一緒に見て評価をしたりとか、まあ、どこからアプローチをしていくのが一番いいのかとか、そういったことも、多職種で評価することで、より良い治療選択肢を選べるかなと思います。よくわかりました。はい。ありがとうございました。渡辺先生、大丈夫ですね。はい、今日は野本先生の方から、まあ、ショック MCS に関して、まあかなりの、情報量だったかもしれないですけれども、まあ、系統的にお話しいただきました。まあ、前編ということで、また後編が、続きますので、最新の情報がまだまだ出てきそうです。まあ、フォローできなかったところもあると思いますので、まあ、YouTube でまた、復習できればいいかなと思います。野本先生、最後に何かありますか？はい、大丈夫です。はい、2回は見た方がいいよね、これ2回は。そうですね。これだから、でも自分も話してて、完全にやっぱり理解しきれてるわけじゃないなと思うので、うん、ちょっと分かりにくい部分もたくさんあったかなと思うので、ちょっと自分もまだまだ勉強不足の部分があるので、勉強したいなと思います。はい。まあ、まだまだエビデンス乏しい部分かもしれないですけど、最新の、試験ということで、まあ、RCT とか、まあ、なかなか。まだまだ難しいかもしれないですけど、後半にかけて新しい知見を教えていただけたらと思います。今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。